間もなく始まる SG ボートレースダービー。昨年は峰選手が SG 戦線復帰、即 V と話題になりました。今回の舞台はボートレース戸田。ボートレースクラシックでも舞台となった戸田で再び SG が開催される運びとなりました。ただ戸田はまくり天国と呼ばれるくらい、インが一着を取りづらいボートレース場。そんな戸田で行われるからこそ、全出場選手の中でインが弱いレーサートップ10を今回ランキングにしてお届けさせていただきます。今回のデータに関しましては、10月1日時点で1号艇における一般戦を除く SGG1 での出走数が20走以上の選手を対象とさせていただきます。少なすぎてもデータともなりませんので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。第10位、篠崎元志。印象率 64.5%。 人気の篠崎兄弟のお兄さん、蒲郡では峰選手と伝説の優勝戦でおなじみでもあり、イケメンでも有名です。そんな篠崎選手の SGG1 における印象率はさほど高くなく、31走走って 64.5% ほど。一般戦で見ましても SG 選手という中でありましたら、絶対に高いかと言われると何ともなところはあります。インが厳しい戸田では、いろんなことを想定する方が良いかもしれません。第9位、羽野直也。印象率 62.5%。 羽野キュンでおなじみの20代で2023年にオーシャンカップにて SG 制覇を成し遂げている若手のホープではありますが、今年に限って言えば SGG1 での印象率は24走走って62.5% と少し落としている様子がデータからうかがえます。先日も調子が良かった地元若松の G1 でも、予選最終日にフライングを切ってしまい、焦点除外などいまいち波に乗り切れていない感もあります。ただ力がある選手であるのは間違いないので、印象率が安定してくることを期待しております。第8位、佐藤翼。印象率 61.9%。 今年は2コース成績が良いイメージがある佐藤選手ですが、その分ではないですが、インで落としているイメージもあります。 SGG1 で21走走りながら印象率は 61.9% と 60%、 割り込む手前の数値まで落ち込んでいます。ただそんなデータはありつつも、直近の若松 G1 ではしっかりインから逃げ切り、優勝戦2号艇で駒を進めました。させる場面ではありましたが、若干キャビってしまい失速、惜しいところではありましたね。第7位、宮地元基。イン逃げ率 60.0%。 独特の感性を披露し、男臭いことでファンを虜にされている宮地選手、パフォーマンスだけではなくきちんと見せるからこそファンもついてくるのですが、その中でも印象深いのがまくり差し校舎というイメージ。ここは定界でも随一でもあるのですが、その反面少しインは落としがち。インが強くなってくれば鬼に金棒感も出てくるのですが、全てが強いというのは逆に難しいのかもしれませんね。ただインが強い時期もあったりしたので、調子などにもよるのかもしれません。第6位、平本正幸。印象率 59.4%。 気づけば優勝戦にいるというのが、この平本選手、2024年はまだ一度も優勝していませんが、なんと賞金ランキングでは4位と好位置につけています。これも先ほどお伝えしたように、気づけば優勝戦にいる状態なので、1位でなくてもグレードレースの優勝戦の賞金は高いので積み上げている状態です。ただ惜しかったのが、8月に開催された SG ボートレースメモリアル、優勝戦をポールポジションの1号艇で迎えました。ただ1号艇は正直平本選手には鬼門とも呼べる SGG1 での数値、32走出走して 59.4% という印象率、 60% を割り込んでいます。さらに直近の琵琶湖若松 G1 でも立て続けに1号艇から1着を取り逃がしております。5コースの平本選手は個人的には買いなのですが、
1号艇での勝率を考えると穴で買いたくなりますよね。第5位、関広屋。印象率 59.3%。 今年は1月の BBC トーナメントと9月のヤングダービーで PG1 を2制覇。しかも決まり手は1号艇からのイン逃げ伴っており、インが弱いのと思われるかもしれませんが、 SGG1 といったグレードレースでは27走出走して 59.3% という印象率。ただインから飛んでしまったというイメージで大きいのは、昨年2023年の SG グランプリシリーズ、そこになんと1号艇で優勝戦へと進みます。ただグランプリ前の超満員のボートレース住之江、緊張しないというのは難しすぎるとも言えるシチュエーション。しかも20代で若いこともあり、そこの引き出しがまだ難しかったのかもしれません。結果としてコンマ43という超ドカ遅れをしてしまいます。他のテーマも遅れましたが、さすがにここまで遅れるとコンマ22だった2号艇の深谷選手から直まくりを受ける結果となりました。この負けでもしかしたらインイップスになるんじゃと思ってしまうほどの負けではありました。ただ年始に先ほどお届けした BBC トーナメントで優勝戦1号艇となったので、皆が SNS などでは心配しておりましたが、なんとかイン逃げを決めました。じゃあいけるんだとは断言できず、イン逃げで優勝を果たしたヤングダービー前の辻1では、最終日に地元のゴールデンレーサー井口選手にまくり差しを食らってしまっています。毎回イン逃げを決め続けられるということはどんなレーサーでもないですが、いつを信じることも大事ですね。第4位、森高一馬。印象率 57.1%。 今年は躍進の年ともいえ、3年ぶりに出場を果たした SG ボートレースオールスターに出場を果たし、優勝戦まで駒を進め3位を取るという偉業を成し遂げます。それ以外にも G1 でも2優出と優勝こそないですが、波に乗っていると言えるでしょう。それもこれもポンコツ界に入っていないと言いつつも帯同している森高選手、もしかしたら影響しているかもしれません。ただ森高選手は印象率はそこまで高くなく、28走走って 57.1% とグレードレースでは2回に1回くらいの割合で飛ばしているとも言える状態。直近の若松で4コースの今井選手に刺されていましたが、2周1マークで絶妙なつけ前で抜きにて勝っていますが、危ないところです。私は4・1頃の折り返しで持っていたので、今井選手が沈んだ時に絶望を覚えており、このレースの記録は鮮明に覚えています。毎回決まるわけではないですが、森高選手自身刺されやすい傾向にあるので、その辺は要チェックかもです。第3位、瓜生正義。印象率 55.3%。 現会長で忙しくされながらもグレードレースにはしっかり入っている瓜生選手、住之江で G1 を制しているので、来年2025年に若松で開催される SG ボートレースクラシックには出場を決めています。そんなある種前哨戦ともいえる地元若松で直近開催されていた G1 で瓜生選手はドリーム戦でもしっかりイン逃げを決めたりなど躍進し、予選を2位で突破するという地元の意地を見せており、トップ通過となった西山選手にあと一歩というところまで行きました。予選2位であれば当然1号艇が渡されるのですが、2号艇の前田選手がコンマ05で踏み込んできたことは影響していると思いますが、まさかの地元での準優勝戦で直まくり251で2着にも入れずに優勝戦へと進むことができませんでした。準優勝戦でのフライングは G1、G2 に半年間出場停止となりますし、現会長がその鉄を踏むわけにはいかないでしょうから、これ以上のスタートはいけなかった影響もあるかもしれません。そんな準優勝戦を落とし、臨んだ翌日の特別選抜戦、再び1号艇での登場となった瓜生選手、昨日の雪辱を晴らすためにもしっかりイン逃げをとなるところですが、今度は3号艇の宮地選手がズバッとまくり差しを入れてきます。2マークでは妨害すれすれとも言える
ターンで外に流れてしまい、1着を宮地選手に譲ってしまいます。それでも意地だと思いますが、強烈な追い上げで3着の位置からラストは2着まで上がってこられました。結果は 3-1-4 となり、コンマ04と踏み込んだスタートでも勝てず、印象率も一般戦を含んでも半年で 57.1% と落としがちですし、刺され率の高さは顕著です。オッズも美味しい時は狙い目と言えるでしょう。第2位、枝尾勝。印象率 55.0%。 直近の徳山 G1 で初日にフライングを切ってしまい、ずっと外回りをさせられていた枝尾選手。それでも最下位はなく、レン絡みもしていたりなど、外枠では強さを見せる枝尾選手。エース級のモーターパワーもあってとは思いますが、外枠の枝尾選手は個人的に買いなんですけどね。特に6コース一般戦ではまだ勝率はあるのですが、 SGG1 は少し厳しい勝率となっています。20走走って勝率は 55% とギリギリ20走ではあるのですが、ほぼ2走に1回はインでは落としている状態です。外で美味しいところは残っててほしいですね。第1位、吉川元博。印象率 53.3%。 そして今回一番 SG と G1 で勝率が低いとなってしまったのは吉川選手。そこまでイメージはないかもしれませんが、30走走って 53.3%、 ギリギリ今回でいうところの20走でもなく、まずまず30走も走っていますので、落としている状態と言えるでしょう。率で見ましても一般戦込みで刺され率は 10% を超えているので、1マークターン時も少し刺されやすい膨らむターン伴っているのでしょう。吉川選手の陰線は穴を狙っても良いのかもしれませんね。番外編、寺田翔。印象率 58.6%。 陰が弱いとなればもう必ずと言っていいほど名前が上がるのがこの寺田選手。今回は SG ボートレースダービーに出場していないので、ここにはランクインしていませんが、実際にランクインしていれば29走走って印象率は 58.6% となっており、ランクインしていれば第4位くらいとなっていた数値ですね。皆が持っているイメージはあると言えそうです。しかしここ半年ぐらいの数値で見れば、まくられ率も 0% ですし、数値は改善されていると言えるでしょう。ただ SG と G1 では数値を落としているのは出ているので、 SG、G1 で見ている方であればイメージは間違っていないと思います。データで見ても一般戦は 95.2% ですからね。そこで補っているとも言えるのでしょう。グレードレース時の寺田選手は要チェックですね。今回は SG ボートレースダービー前に知っておきたいイン逃げ率についてお届けさせていただきました。この他にあなたが知っていること、感想などぜひコメント欄で教えてください。今後もボートレースに関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。